おはこんばんちは。うつ主カエル枕代理ゆっくりパチュリーです。え？なぜ片瀬の島駅にいるって？心が折れたんだよ、この野郎。フリーパスやら何やら元取ってないけどどうでもいいわよ。もちろん前回のあれは自業自得だから怒りのやり場がないのよ。もう小田急の特急で快適に新宿に帰るわよ、帰る。ほらもう勝っちゃった。リクライニングシートで自分の傷を舐めながら帰るわよ、悪かったわね。これ江ノ島と関係あるのかしら？おっさんのうつ主にはさっぱりわからないわ。列車は1番線から発車するのね。発車まで10分切っているからさっさと行きましょうか。第2編成だからリニューアル済みのエッセアルファね。細かいところを MSE に寄せているのよね。側面行き先表示器はフルカラー LED になったのはいいけど、表示内容が MSE と同じになったわね。さてさっさと車内に入って寝ましょ。まあアルファは第1編成以外にはコンセントが窓側にあるわよ。これは助かるわ。一応一番前なら前面展望も楽しめるのにね。展望席とは言わないみたい。まあ普通に運転台があるしね。でも展望車の座席って定刻通りに発車したわよ。藤沢でスイッチバックするから距離も短いし座席はこのままでいいわ。わざわざ藤沢で座席を回転させるより最初から回転させていた方が楽だしね。江ノ島は停車パターンが決まっているわ。小田原線内では新百合ヶ丘にしか停車しないのね。車内の案内表示器も3色 LED からフルカラー LED に変更されたわよ。自動販売機はリニューアル後もそのままね。お値段はまあこんなものよね。藤沢に着いたわ。知っての通りここからは方向転換して江ノ島線を北上するわよ。片瀬江ノ島に向かう線路とサラダバー。これから東海道本線をまたぐわよ。いつもは下から江ノ島線を見上げていたからある意味新鮮ねー。単純に藤沢から新宿に出るなら運賃自体は小田急の方が安いわよ。まあこうして特急課金しちゃったらあれだけどね。でも藤沢からグリーン車自由席の料金を払うならこっちの方がなんとなく優越感に浸れるかも。さて東海道本線を見下ろしてやろうかしら。何も通っていないわね。残念。ここは全領域かしら。日々いつも善行を積み重ねているのになぜこんな目に。まあ本当に善行を積み重ねているなら自分から言わないわよね。あらこの辺りは、日大の湘南校舎やら日大藤沢の横を走行しているわね。車内からでも自己主張の激しい看板が拝めたわ。じゃあそろそろ日大の植民地陸奥日大前を通過するかしら。ただ植民地といえども江ノ島は愚か快速急行や急行も通過するわね。せめて急行止めろなんて圧力なんかあるのかしら。まあ隣の湘南台は全種別停車するからね。湘南台は五つの植民地で新興住宅街だったわね。新駅開設要望に応えて湘南台駅が開業するとその周辺には商業施設もタケノコのように生えてきて、さらには公共施設や慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスもやってきて、さらにさらに1999年には相鉄泉の線と横浜市へ地下鉄ブルーラインも延伸されちゃったりして、藤沢市北部の中心地として目覚ましい発展を遂げたわよ。2000年には急行が停車するようになって2002年には快速急行の前身湘南急行も停車するようになったわ。まあ江ノ島はこの通りスルーするけどね。それほど本数があるわけじゃないし急行系統が全停車するなら問題ないわよね多分。新幹線の上をまたいでいる高座渋谷ね。この辺は渋谷市発祥の地なんだけどその渋谷市が現在の渋谷区一帯を治めていたことが東京の渋谷の由来ね。渋谷の地名はこちらが先なのよ。でも駅名は東京の渋谷が先だったからこちらは文明の高座を冠して高座渋谷になったわよ。桜ヶ丘駅なんだけど側線があるわ。
確か保線基地がこの先にあったかしら。さてそろそろ駅を通過するわね。さてようやく大和に到着するわね。相鉄本線はお乗り換え。相鉄本線の大和駅が今と違うところに先に開業したわ。まあ当時は相鉄買収前だけど、その後打球江ノ島線に西大和駅が開業したのよ。そして相鉄との乗り換え駅になった際に晴れて大和駅爆誕よ。相鉄の大和駅は小田急江ノ島線との交点に移設されたわ。こうして今は江ノ島が大和に停車するんだけど、実際に停車するようになったのは1996年のことね。当時は足柄なんてあったわねー。大和の先で東名高速道路と交差するわ。その先では国道246号とも交差するわね。なんというかストレートな店名ねえ。山本、巨人から拾ってそこそこ役に立っていたのに慶応卒だったばっかりに、中日で躍動しているわよねえ。阪神戦ではおとなしくしていてね。中央林間を通過していくわ。東急田園都市線の終点でもあるわね。江ノ島以外の全ての種別が停車するわね。ここから渋谷は愚か茎や南栗橋まで乗り換えなしで行けちゃうわ。下手に乗り過ごしたら大変ね。さてそろそろ相模大野ね。相模大野では箱根24号と合体するわね。休日の江ノ島は基本相模大野で箱根と連結または解決するわ。上り2本だけは単独運転ね。なお平日も全部単独運転よ。列車は東林間を通過したから次が相模大野ね。接続の問題です。各駅停車新宿駅13時16分発、小田原方面は2番本快速急行小田原駅15分発、各駅停車本厚木行き19分発です。7号車のドア開きませんのでご注意ください。お出口は右側です。小田原線ともうすぐ合流するわね。そろそろ相模大の分岐点かしら。はい、相模大のに着いたわよ。ここからは小田原線に入るわね。江ノ島は颯爽と町田も通過していくわ。町田には一部の特急も停車するけどパターンが複雑ね。昔は町田に停車する特急はさっき話に出た足柄しかなかったのだけれど、相模もあったけど、こちらは向こうが丘遊園と新松田に停車していたわよ。じゃあ箱根はですって、新宿小田原間ノンストップだったわ。箱根が町田に停車するようになったのは1990年代に入ってからね。1996年には乗車中の3万が体癖が爆誕。ほとんどの箱根が町田に停車する軟弱者になり果てたため、町田通過の箱根をスーパー箱根という分かりやすくかつ安直な名称に変更。2年後の1998年には江ノ島との連結解決を行う駅が相模大野に変更。実はそれまでは町田だったのよねー。翌年1999年には足柄相模が社内公募で命名されたサポートにネームロンダリング。でも2004年には相模復活。ロマンスカー全体についてはいつか全車種乗り倒してその時に改めて触れてみたいわね。今は鶴川駅を通過中ね。鶴川といえば TBS 緑山スタジオ、緑山といえば竹市場。姿長官はどうしてオーラパワーを使わないのかと思ったものね。さてもう新百合ヶ丘ね。あとは終点新宿だけよ。
21駅通過するってのはさすが特急様よね。ただなんとなくちんたら運転のイメージが頭から離れない。もうしばらくしたら多摩線も合流してくるかしら。見えた見えた。向こうが丘遊園からここ新百合ヶ丘までの複々線化も計画だけはあるみたいだけど、小田急単独では採算が取れないみたいね。まあその前に上り戸から向こうが丘遊園までの3線区間を複々線にする方が先かもしれないけど、こちらも厳しいのかも。新百合ヶ丘さえいなければと思っているかどうかわからない百合ヶ丘ね。それを言ったら多摩線さえ開業しなければになるのかな。行ったといえばやっぱり行ったスタジオね。でも正式名称ではなかったわ。ウィキ先生によると細山スタジオだったらしいわ。でも小田急沿線といえば特撮のメッカだったわね。なお東映行ったスタジオは読売ランド前の方が近かった模様。向こうが丘遊園ね。そのものズバリの名前をした遊園地があったけど2002年に閉園したわね。跡地の一部には2011年に青田抜きミュージアムが爆誕したわ。なお多摩線直通の通勤急行が停車するけど快速急行は通過するわ。次の上りとは通勤急行が通過して快速急行が停車する、いわゆる気取り停車になっているわ。あ、ここからは3線区間になるわ。上りが2線で下りが1線ね。上りとを通過したら複々線区間に入るわよ。そして偉大なる多摩川を渡るわね。東京のオーラは私を温かく迎えてくれるかしら。今までに起きた最悪は全て神奈川に置いていきたい。はた迷惑だって、ごめんなさい。北見県釈への連絡線を撮影しようとしたら対向に邪魔されたわね。そろそろ地下に潜っちゃうのにね。まあ近いうちにまたロマンスカーに乗るかもだし、まあいいか。成城学園前にはメトロのついたロマンスカーがほぼ停車するわね。メトロモーニングウェイはほとんど通過しちゃうけど。急行停車駅の共同ね。東農大の最寄り駅なんだけど、なんとなく千歳船橋の方が近い気がするんだけどね。1994年までは共同検釈があったけど、複々線化工事に伴い検釈は北見に移されたわね。豪傑寺じゃなくて豪徳寺よ。招き猫の発祥地とも言われているわね。アビリティカードの売人じゃなくて売猫はいるのかしら。あ、豪傑寺面白いわよね。ネオジオのカセットも持っているわ。梅ヶ丘を通過した先で地下区間に入るけど、急行線は急勾配を下って観光線の直下を走行するわ。そしてシャバに無事帰還。もう少ししたら代々木上原だから複々線区間も終了ね。一番外側だから代々木上原のホームは撮影できなかったわ。反対側を映せって、もう記憶もエンプティー。都道317号環状6号線の先には代々木八幡駅があるわね。317号は山手通りといえばわかるかしら。ご案内いたします。まもなく終点新宿に到着いたします。2番ホームに到着いたします。出口は左側です。4号車と7号車の扉は開きませんので、前後の車両からお降りください。さてもう南新宿ね。小田原線内の乗降人員数はアストワンを足柄駅と争っている間柄よ。そりゃ近くに大正義新宿駅があればみんなそちらに行くわよねー。優等種別は地上ホームに優先するわね。各駅停車は地下ホームに連行よ。
いつも見慣れたこの光景、ずぶ濡れになってズボンは破けても現実は待ってはくれないのよね。こんなざまでも帰ったら編集よ編集。今回の動画は以上となります。お祓いにでも行こうかしらね。まあ全部自分が悪いんだけど、ただパソコンがダビに伏したのは私だけが悪いわけじゃないと思うけど、まあ江ノ島はまたリベンジしましょ。さてそろそろ帰ろうかしら。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。